キータロトリキです。さて、久しぶりの三択占いを行いたいと思います。本日のお題は意中の人、思惑の人から連絡が来るのか否か、それはいつか、まあそのお相手の、お相手をちょっと掘り下げていきたいと思います。まずこの名号体の3枚の中からファーストインスピレーション、直感で選んでください。よろしいでしょうか。ピピッと選んでいただければよろしいかと思います。ではご対面いたしましょうか。メイから、ウィッチーズブルー、そしてゴー、マダムソレイユかな、そしてタイト、マッハですね。どうでしょうか、このご対面しましてファーストインプレッションで、これじゃねえなと思ったら変えてみてもいいと思います。最初のインスピレーションとインプレッションの違いをちょっと自分の肝に銘じといてくださいね。どうでしょうかね、このメイを選ばれた方、ウィッチーズブルーの方、とても強く念じてらっしゃいますよね。自分の念を念じて揮発させてもなお陰性の強い、しかしグリーンのね、非常に清い自然な流れを持ってまたこうぐるぐる回転していると。でわずかにこの周りに赤いエネジーを帯びてますけれども、揮発もしてるんですよね。ただ非常に念が強くて、こう念ずることで、しかしとても自然に私のもとに、ね、思惑の人をこう呼び込むぞというようなエネジーが強く感じますね。そしてマダム・ソレイユを選ばれた方、これは確かフランスの戦術師の女性だったと思うんですけども、非常にドライな余裕を感じます。女性が子供に対して抱く母性愛を大人の男性にも抱けるような、その寛大さ、寛容さが非常に、ドライと呼べる次元まで高まってるエネジーを感じますね。全面黄色で非常に幸福感に満ちている。そして同時に熱い、赤の力も働いている方ですよね。情熱の力も働いている方、非常にもう準備はできてるわっていうような余裕を感じます。そして太陽を選ばれた方、これはマッハですよね。マチャって呼びそうだけど、マッハ、ケルト神話の戦い、豊穣および主権を司る女神。一瞬なんとなくダークトーンで不吉かなって思うかもしれないけれども、自分のホームベースをしっかりと守ろうという力を強く感じます。このカラスさんたちが待ってますが、この場合いわゆるラキちゃん、彼女の力となり、彼女の願いを叶えてくれる、助太刀してくれる存在として、いわゆる天使ですね、としてこう周りに回っていて、それをうまくコントロールしていますね。ご自身は自分のホームベースから動かずに、そして願いを、自分自身の思いを展開していこうという、そういうエネジーを感じます。さて、名答え、まず名から深掘りしていきましょう。まずですね、メイのこのウィッチーズブルーを選ばれた方、彼氏からの連絡は来るのか、もう 今にも来そうだけどねこれだけ、己の念を熟成させね、そして念じ上げ消化させと、非常に強い力感じます。女性の持っている陰性の力を高次元まで上げて、
なおかつその硬質な部分を失わずにまたこう戻ってきて、そしてまた念を飛ばすというような、ね、非常に強い力を感じますね。ウィッチーズですから、まあ、魔女ですよね。魔女のなせる技といったところでしょうか。さてこのメイをねお選びになった方の意中の方からご連絡果たしてくるのか否か見ていきましょう。ちょっとたくましいの来たな、シックスオブワンズ。そしてちょっと待ってね。おっとデビルちゃん、何かが解放されるか。最後まで行こう。です、逆連絡が来るのか否かということで答えます。連絡が来ますね。ただ非常に結構重いかもしれませんよね。このメイの人が非常に願っていることは平等さなんですよ。平等にフェアに、うん、恩恵を与えられるべきだと。何か過去に問題があったかもしれないよね。結構、うん、そのお相手さんと何かこういきさつもしないのであれば、お互いの過去勢で何かいきさつがあったかもしれないよね。だから非常に深い部分で、仮に何もその接点がないお相手だったとしても、なんか非常に深い部分で関係がある人間で、何かその持ってるカルマを清算したいというような、この公平であってくれという気持ちのカードの後ろに告白のカードが来てるんですね。で、まあ、これは、まあ、移転移動のカードなんですが、逆向きで来てますんで、まあ、いわゆる告白、独白、まあ、勝負といったようなねエネジーを感じるんですね。でこのタイも勝負だし、これもそうなんですよね。シックスオブワンズもう非常に、うん、たくましいカード、うん、まあ、連絡が来るか否かということでは来ますね。ただ非常にディープな展開になるでしょう。それをすごく感じます。デビルの逆が原動力として、まあ、束縛からの解放、囚われていた呪縛から解放されると。で最後ので何なんだというカードはですが逆位置に来てます。そのかかってくる連絡の非常にディープな展開を示唆していますよね。ただですがもう逆位置できてるんで、まあ、終わりからの始まりというエネジーをすごく感じますね。その意中のお相手というのはひょっとしたら過去に関係があって、何かまあいきさつがあったかもしれないし、全く何もないのならやはり過去勢で何か一悶着二悶着あったお相手ではなかろうかと。でこの現世においてそのケリをつけると、何か妙に惹かれ合ってしまうといった、うん、そういうエネルギーすごく感じますね。さてその彼氏さんの状況を掘り下げてみようか。うん、まあこれで占いたいところだけれども、しかし建設的にこいつたくましいシックスオブワンズをちょっと掘り下げてみましょう。今からあなたに電話をしてくるであろうお相手様、一体どんな状況におられるでしょうか。そしてどのような展開になっていくでしょうか。ちょっとこっちだけどこうか。おっと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 、これは結構そうだな、やっぱりすごく思ってますよね。男が正真ハーブレイクみたいな感じで、うん、非常に念を持っている。そしてソードの2の逆位置、まあ、均衡を破る、
ないし悪い意味では、まあ、二枚舌とか虚偽とかいう意味があるけれども、しかし、うん、自分の中の何かこう気持ちを破ってくるっていうようなエネルギー、そして最終的タイの位置にムーンが来ています。とてもロマンティックな展開に至るけれども、しかし月だけに非常におぼろであり、やっぱり移ろいやすいこう展開でもあるということだよね。太陽の逆、そしてうんと来たね、強いのが来ました。デボロが2回出てるね今度は。そしてステッキの8と、そして最後1枚とっか、カップの2が逆できてると。うん、ちょっとやっぱり難しいスタンスの恋かもしれないよね。お互いがやっぱりなんかこうカルマを感じるんだよね。こう流しきれない、まあライダー版だとあのソードの3なんだけど、このロマンティックタルトだとね2でこのハートが来てんだけど、ハートがこう吊るし上がるような形で焼却できねえんだよっていう感じでグッて上がってきてる。なんかお互いのカルマをすごく掲げて、その中でちょっとうん、ヘビーな男と女の展開をするか、最終的にカップの2、いわゆる恋人たちのカードが逆に来ていると。まあそもそも、うん、なんか少し重い間からかもしれないね。そういうエネルギーをすごく感じます。もしくは過去勢かもしれないよね、そういう間柄であると。まあだからこそ多分このワンドのセックスオブワンズ、もう凱旋勝利、たくましい男、うん、なんかこう克服しなきゃいけないっていうような情熱を感じますね。またデビルさんここに来てるね、聖一、これは女性バージョンのデビルだけど、うん、そうね、やっぱりね女性の力の方がすごく強く感じるね。男より男が少し弱いのかなっていう感じはする。うん、まあ、男もそれなりのね士気を持って挑んでくるんだけれども、やはりこの女性の持ってる力の方が非常に強い感じがするね。どうですか、こんな展開をちょっと感じていただいて、最後ライトプレイヤー、やはり祈りですね。うん、ライトプレイヤーで、まあ、非常にいいカード来ましたね。まあ、祈り、光があなたを守るといったところでしょうかね。カルマなお相手とのこの現世でのロマンス、故にこれほど強く念じなくてはいけないと。まあ男も相当な決意を持って臨んでいるんだけれども、どちらかというとやっぱ同じからのが強く感じますよね。光に守られている。まあ飛ばした念がそのままやはり陰性の女性気質の念のまま帰ってきて、まあ女性を守るといったとこかな。ただ男性もやはりたくましく見てると思うね。あなたに対してあなたとのその関係で、まあ、勝利をあげたいという力をすごく感じております。こんなん出ました、いかがでしょうか。では5をお選びになりましたあなた様、マダム・ソレイユ、戦術師ですね。非常に女性の寛容さ、大人びた、うん、母性愛、まあ、子供に向けるような母性愛を大人の男にもしっかり向けられる、
うん、とてもドライな感じすらする崇高な次元まで広げた母性を感じる方ですね。さて、思惑のお相手からご連絡があるのか否かちょっと見てみたいと思います。ホイールオブフォーチュンが逆位置で、まあ、天井の位置来てますけれども、ちょっと気だるい感じがしますよね。まあ、満たされてはいるけれども少しちょっと倦怠感があると。非常にこうエッジの立った何かロマンス、非常に束縛されるんだけれどもその先にある何かロマンスみたいなものを求めてらっしゃるかもしれないね。見てみましょう。ドン、ファイブオブ、そしてフォーチュン、カスカ、ちょっと危ない男かもしれないね。電話を待ってる男は、そしてドン、あー来るね戦車が逆位置できました。思惑の男性から連絡が来るのか否か、まあ来ますね。結構ガンガン来る、感じでしょうか。そしてまたこの5のカードをお選びになったあなたは、まあ、満たされてるっちゃ満たされてる今現時点で。ただ満たされていることにちょっと不満を感じている、まあ、少し、持て余してるんですよね。だから新たな刺激が欲しい。でその刺激の矛先みたいなものにどこに求めればいいのかっていうのももう今気づいている。でこのかっこいいマジシャンが逆位置で来てるけれども、まあちょっと怪しい男に惹かれているかもしれないよね。そしてその男は荒々しいアプローチで結構あなたのテリトリーにズカズカと入ってくると。それは結構望んでいたことかもしれない。どうでしょうか。うん、今現時点では男のパワーの方が強いですよね。お相手さんの力の方が多分上回る可能性はあるし、ひょっとしたらそれを期待されているかもしれない。ではこの逆位置マジシャンな彼氏さん、お相手さんをちょっと掘り下げていきましょう。おっと来たね。あなたのこと狙ってますね。非常にやはり、求婚のエネルギーがすごいけれども、やっぱりすごくなんかマッチョな方ですよね。非常に、そしてあなたにことを非常に思ってますし、もう狙いに入っています。狙っています。でまたこの5のカードを選ばれた方はやっぱりそういうちょっと危ない男性に惹かれてるのかなっていう気はします。でこの男性さんはあの社交性も非常に持ってらっしゃって、今はあなただけ非常に集中しているけれども結構目移りする方であり、そしてノスタルジック、ノスタルジアを感じさせる、やっぱりなんかちょっと、危ない男なんだけどどっかなんか子供っぽいみたいな、十分大人の男で、ガツガツして荒っぽい男なんだけどその中に何か幼児性というかいい意味でのね、なんか子供っぽさ、童心みたいなものを感じさせる男じゃないかなって、そういうのが出てますね。で今この思惑の方はあなたのことを非常によく狙っていますね。さてだけど恋の手綱は引かせても渡すなと引かせてるようなふりをして、しかし手綱はしっかり握って外してはいけない。最後1枚引きましょう。ただこの5のカードをお選びになった方はそれだけの器量がある方だと思います。
I'm just blessed of life.何言ってんのって、息をするように自然なことだよって、今叱られました私リッキー叱られましたあなた何ガツ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 何言ってんのって、こんなこと私にとっては息をするように本当に自然なことなのよって、何も恐れちゃいないわって言ってんだよ。とは言ってもちょっとと気をつけてください。お相手さん結構お強い方だと思います。真ん中にこの男子置きましょうか。まあ連絡はかかってきますね。そういや、いつっていうの俺占ってねえな、ちょっとまた忘れてるいつぐらいかっていうのをちょっと占い忘れてたけど、うん、連絡は積極的に来るでしょう。まあいつっていうのはいいよね。だけどまあ、おおよそ1ヶ月ぐらいでは今感じて見てるから、うん、1ヶ月以内っていう感覚で来てるからね。どうかな、こんなん出ました、いかがでしょうか。うん、5をお選びになった、うん、方、ちょっとやっぱり男の力が強いかなっていう気はする。ただ非常に素敵な並びだね。恋のいろはを熟知してるっていうような女の強さが脇をしっかり語ってる。ではでは、対をお選びになりましたあなた様、マッハというケルト神話の女神様ですね。非常にダークトーンですけれども、ご自身の世界観をしっかり守る守護神でもあります。あなた自身は非常に保守的で、自分自身はなかなか動かないかもしれませんね。ただキューピッドである、ここで黒いカラスさんとして描かれてますけど、あなたの力となるでしょう。ちょっと見てみたいと思いますね。うん、まあ、まず連絡が来るか否か、まあ、来るだね。非常に、まあ、いいカードがさっきから続いてますけど、連絡が来るだね。でただやっぱり非常になんか苦労されてるんだよね。苦労されてる方で、今こうメインに来てるカードは気づきのカードが来てるんだよね。自分が今まで苦労して培ってきたものに対する、まあ、疑惑とは言いたくないな。疑惑ではないんだよな。新たなインスピレーションが降りてきてるといったところかな。でその先にはこの2 of cups が来てると、まあ、これちなみに良い知らせの意味だからね。ページは、まあ、連絡が来るといったところだと思う。家族、テンペンタク、またデスが来たね。一旦の終わり、キングオブペンタクルですか。うん、ナイオンブワンズ、どうだろうかね。このタイのカードをお選びになった方は、あなた今まで同じからでずっとこの世を渡ってきたと。でそれなりの成果を上げて、一つ自分の、まあ、社会的地位みたいなものを築いている。だけれども今ここに来てキング、自分のやっぱり、うん、自分と同等かそれ以上の男を求めてる、なんかそういう気持ちが高まってるかもしれないよね。まあご自身だけでもやっていけるんだけれども、何かご自身とこうなんていうの、人生を自分一人でも歩んでいけちゃうんだけど、誰かの人生と合流して二人で歩んでいく、なんかその必要性の気づきみたいなのを感じていると。でそのお相手が何だっていうと、やはり自分と同等かそれ以上の強い男、その相手のその連絡っていうのが、まあ来ると、知らせが来るというスプレッドですね。この男とやらを読みほぐしてみましょう。
またこれが来たね。さっきはけど逆位置で来たか。自分のホームベースを守るこの女神マッハというこの女神、この彼女が持ってる、まあ、あなたが持ってるってことになるんだけど、あなた様が持ってるそのトラウマというか悲しみの原動力みたいなもの、それをその力として今までこうやりくりしてきてると、その原動力みたいなものを払い下げてくれるような、そういう力を持っている男であり、ひょっとすればお兄さんのような方かもしれないよね。昔懐かしい、昔失ってしまったようなこう金を取り戻させてくれるような、うん、この強いキングオブペンタクルスのお相手様はあなたより、まあ、パワフル、同等かパワフルの男なんだけれども、しかし一時のロマンスを提供してはくれるけれども、うん、やっぱりどうだろうね、もう一人で向けばいいんだけどね、女帝なんかやっぱ真実求めちゃうんだろうね、やっぱりね。電話は来る、ただそこであまり電話が来た時点でロマンスの向こうの心理を見てしまうとうまくいかないよっていうカードだね。だ悪い意味で言えばこの天井の位置に来てる2番、まあ友好とかさ、バランスとかこう同盟とかね、何かそういう良い力も感じると同時に裏腹にね、諸刃の剣で例えば二枚字だとか虚偽とか、そういうなんか鋭さも持っている。ただせっかくの電話がかかってくるんだけれども、でご自身も、うん、ただその時点でやっぱりロマンスの向こうを見てしまうと、うん、うまくないなっていうのは、うまくいかんかもしれんね。最後ちょっと一枚いこう。このね、自分の周りに飛び交っている、狩りかっているキューピットたちを使うべきなんだよね。戦争ドン、あ、私がそんな話したからボッチカードが来ちゃったじゃないか一人でいることは寂しくないんだ、今は私をほっといてみたいな、ボッチでいる人間がみんな寂しいだなんて思うなよ、幸せの感じ方は人それぞれなんだ、こんなカード来ちゃったじゃねえか最後の最後に。太陽お選びになった方ごめんなちゃいに、電話はかかってくるけれども、うん、あなたが気づいた牙城、心の牙城は高い。このキングを持ってしても崩せぬ。それはあなた自身が強いからです。うん。私が思うにね、このキューピットたち、黒いキューピットたち、ね、外見で惑わされちゃいけない。この美しい天使たちを使うべきだと思う。自分一人で全部やろうとするとこのボッチカードになっちゃう。はい、こんな出ました、いかがでしょうか。
これで三択占いはどうでしょう、3回目かな4回目か、うん、まあちょくちょくやっていきたいなと思っております。まあこのセッションの中でね、自分に取り入れられる部分をね、あの感じ取っていただけるととても嬉しいです。ちょっと今日タイが寂しい結果になっちゃったけど、うん、まあ時にそういうこともあります。どのカードもね強いんだよね、パワーがね。一番最初のこの選ぶカードがものすごい強いから結構引きずられちゃうという部分もあるよね。さて、いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。それではまた、バイバイ。